トボのアメリカンチャンネル。さあやってきました、はい、2店舗目です。次の店舗もスイーツなんかを、なるほど、食べれるお店みたいなので、デザート系ね。デザート系です。お、ほら見て、はい、カフェボアコ。さあこちらの、オーナーさんが来てくれるということで、あらら、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前は、はい、中野と申します。中野さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、さあボアコさんというところで、はい、こちらのお店はどれぐらいやられてるんですかね。はい、5月で、9周年を迎えまして、うん、今10年目に入ったところです。なるほど、キリがいい10年目に突入したということですね、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。ちょっと気になったんですけど、はい、ボアコっていうその名前、はい、あれは何語になるんですかね。中米のニカラグアという国があるんですけど、うん、コーヒーの産地で有名でして、はい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 、でそちらのニカラグアのちょうど真ん中あたりにある町の名前がボアコという都市がありまして、うん、そちらがちょっと可愛らしいなと思って、うん、そのまま使わせていただいたんですが。はあ、なるほどですね、いや僕てっきりなんかフランス語とかそういうなんか意味があるのかなと思ったら、まさかのそういう地名ということですね。そうなんですね。なるほど。さあそしてですね、はい、こちらの朝日色、そして朝日夏色デジタルスタンプのキャンペーンのお店ということで、はい、そちらの商品が今日あるということを聞いたんですけど、はい、いただけるんですかね。はい、大丈夫です。嬉しいですね。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあご用意いたします。お願いします。お願いします。あらちゃん、すいません。あらあらあら、お待たせいたしました。あらあら、アールグレーのシフォンケーキのイチジクジャム添えです、はい、こちらが、3種の紅茶のミニパフェになります。あら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 、ちょっとどっちから行くべきなんだろうね。これはセンス出るよ。センス出るよね。センス出ます。センス出ますよね。センス出ます。試されます。試されるけど僕はやっぱアイス溶かしたくないんでパフェからいただきます。ですねって言ってもらいました。ありがとうございます。じゃあまず こちらのパフェなんですけどね、3種の紅茶のミニパフェですね。3種の紅茶のミニパフェ、はい、その3種の紅茶を当てに行きたいな。まずね、俺怪しいなと思うのがこのクリームの上にかかってるこの茶色いソース的なものが、はい、ワン紅茶あると思うんですよ。あります。あると思います。ありますよね。いただきます。はい、これはなんだ。紅茶、紅茶の種類ですかこれ。紅茶の種類だよ。紅茶は紅茶だって。その3種の紅茶を当てに行きたいな。全部で3種類使ってます。3種類ある。はい、なんか よくあるじゃん、なんかカタカナのなんか名前紅茶の。俺ね、分かった。1個目分かりました。アールグレー。違います。絶対分かんないって。無理だって。まだ行かして。うん、ちょっと待ってくださいね。もう一回確認しますね。もう一回確認しますね。ダージリン。違います。二大巨頭出しただけだからね。紅茶界の二大巨頭を言っただけだ。あは合ってる。あは合ってる。え？あは合ってる。あは合ってます。アプリコット。違います。無理だって。無理ですかね。無理。正解は、はい、正解はアッサムという紅茶。あー、聞いたことある。ググってたら出たな。アッサム聞いたことある。アッサムか。あー、なるほど、なるほど。ってことあと2種類あると。あと2種類あると。そうですね、あと2種類。え、今言ったやつに入ってます。1つあります。1つある。まずね、2分の1だよ、2分の1。これ、はい、こちらのこれはフィナンシェというお菓子ですね。フィナンシェも絶対これ紅茶要素入ってますよね。入ってます。こちらいただいてもいいですか。じゃあどうぞ。はい、いただきます。はい、これは分かった。本当かよ。ダージリン。違
違う。おいおい。いやもう無理だって。わからんよ紅茶は。アールグレーですね。アールグレーですですね。おお。二分の一外したとかね。そういうことですね。残念です。残念です。ああ。うん。アールグレーです。そうですね。はい。アールグレーがどう入ってるんですか。アールグレーの茶葉をですね、はい、細かくパウダー状にすりつぶしまして、はいはい、それをフィナンシェの生地の中に混ぜ込んで焼き上げてます。なるほどなるほどなるほど、ということですね。はい、ってことはあと一つあるわけですから、あと1つです。こちらの下の部分ですよね。それはどうなってるんですか、その部分。ここは実はですね、そこは紅茶のかき氷になってます。なるほど。こちらは実は先ほどのアールグレーと同じアールグレーの茶葉のかき氷。かき氷、はい、ちょっといいですか。はい、アールグレー言った言ったから言ってくれてるから言ってくれてる、うん、言ってくれてるやつアールグレーですよ、うん、で言ってくれてるやつ。え、じゃあもう一個あるってことですか。もう一つがですね、一番下にあります。もう一個下になんか層ありますね、はい、これある。自家製のグラノーラが入ってるんですけれども、あ、ここのフレークっぽい、フレークっぽいと、はいはいはい、グラノーラつってる、ね、いや、グラノーラを知らないからフレークっぽいやつですか。それにも違う種類の紅茶が使ってある。もうない。なるほど、もうない、もうない、もうヒントでいいじゃん。もうない、もうない。オーナーヒント、うん、ラストのラストのオーナーヒント欲しいな、これ。はい、ラから始まります。ラから、ね、多分俺は聞いたことないやつだと思う。ラとライナーな紅茶なのでご存知ない方も多いかもしれない、うん、でも食べたら分かるかもしれない。確かに一回食べてみます、うん、感じるかもしれない。ラから始まる、食ってみ。あ、うん、うん、来た、ひらめいた。ラズベリー。違います。全然ダメだ。あるもので言っちゃったの。あるもので言っちゃってんだもん。でもラズ…え、これ実際何ですか。はい、これはですね、ラプサンスーチョンという中国の紅茶です。おい、知ってるみたいな顔すんだ。あのじゃない、あのじゃない、あのラプサンスーチョン。言えてない、言えてない、言えてない、言えてない。ラプサンスーチョン、はい、なるほど、なるほど。はじめましてです。そうですよね、はい、ちょっと燻製の香りがつけてある香ばしい紅茶なんですけども、はい、それがグラノーラにあるので、はい、一番3段目に入れてみました。なるほどですね。 いやー、でもこれこの中に3個も紅茶が味わえるというね。確かにね、豪華なパフェになってますね。すごいですね。ちょっと僕オーナークイズは、うん、ほぼ不正解なんですけど全部不正解、全部ダメでした。でもオーナーがちょっと分かりやすく説明していただけたので、うん、よかったね。よかったです、ありがとうございます。食べていただければまた味が分かると。そうですね、なるほど、そうですね、はい、ありがとうございます。あぶちゃん、さあこちらは、先ほど説明があったんですけれども、これはアールグレーのシフォンケーキってことですね。シフォンケーキです。あ、めちゃくちゃ柔らかい。シフォン感？シフォン感がすごい。シフォン感きてる？うん、いいね。ちょっと一回単品だけでいきます。はい、うん、これは結構、うん、シフォンというよりはなんか、うん、もうちょっとシフォンって結構口の中でパサパサするようなイメージなんですけど、はいはい、このシフォンケーキは全然そういう感じがなくて、うん、なんかちょっとしっとり感がありつつ、なんか口の中で結構味わいがこう広がるような形のシフォンですね。すごいしっとり系だ。はい、じゃあそれ白いのもつけたらもっとすごいね。これもいっていいんですかね。もうここのお皿の中にいろんな要素が詰まってるわけよ。はいはい、ね、例えば、いやだからこの生クリームとかさ、うん、で横にはチョコが、あ、チョコあるんだ。チョコも乗ってるんですよ。うん、チョコと、クリームの方と一緒に合う。あ、どんくらい合う？ご飯と味噌汁ぐらい合うね。合うね、合うね、めちゃくちゃ合うね、合うね、うん、それは間違いない。めちゃくちゃ合います。いや、合いそうだもん、うん、
アイソ。またこのチョコもそんなめちゃくちゃ甘い感じではないですよね。ビターな感じ。ビターチョコで多分結構バランス整えてる感じの印象ですね。そしてそして何と言っても、そうそうそう、こちらのジャムでしょ。こちらはイチジクのジャムですね。うん、もう終わり朝日はイチジクで有名ですからね。そうなんだね。そうなんです。知らなかった俺。こちらもつけていただきます。はい、どう。あ、これはこれでも全然全然違う。まず表情変わってくる。表情変わってくる。ああ、どういう表情してる。だから本当に甘いというよりは、うん、はい、イチジクの、うん、あれだよ、ダメだよ、素材とか絶対言わないで。イチジクの何。イチジクの丸ごとの、はい、旨味が、うん、凝縮されたような。これ自家製のジャムですか。そうです、あの終わり朝日さんのイチジクを、はい、あの自分のお店でそのジャムにして作ってあります。なるほど、やっぱり素材の味がいいですね。終わり朝日のイチジクは間違いないと思います。間違いないです。ありがとうございます。ね、ここで作られたイチジクね。さすがさすが、押してるだけありますね。間違いないと思います。いや、いいと思います。これはもう本当に全て合います。ありがとうございます。大味ですね。大味ですね。イチジクのジャムってあんまでも聞かないよね。そうっすね。俺出会ったことないかもしれない。イチジク自体がそんなに。確かにそうですね。一般に出回ってない、はい、うん。俺食べたことないかもしれない。やっぱりここの終わり朝日のイチジクは旨味っていうかその美味しさが凝縮した感じで、はい、生で食べてもすごく美味しいんですよ。なるほど。ただまだちょっと時期が早くて、もう来月ぐらいには新しい広島の生のイチジクが出回る。あ、そうなんですね。じゃあそういう時期になるとまたより美味しいジャムになったりとか、はい、いろんな調理をされて出されるわけですね。生のイチジクを使ったパフェなんかもまた登場するので、いいですね。こちらの方ではお楽しみということで、ありがとうございました。ありがとうございます。というところで、2店舗回ってきましたけれども、他にもですね、終わり朝日にはたくさん、朝日色、そして朝日夏色、終わり朝日スタンプラリーのお店がたくさんあるというところで、そちらの方はですね、ホームページができるということなので、あの概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はですね、僕の地元終わり朝日で、いろんな、紅茶、そして、イチジク、そしてパスタだったりとか、いろんなものをいただけるという回になったんじゃないでしょうか。というところで、次の動画でまた会いましょう。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。いいねもよろしくお願いします。というところで、アメちゃん、また会いましょう。